仮想通貨で絶対儲かるからお金出してって言われて、お金出したら返ってこないって人たちがなんか僕に対して文句言ってきてるんですけど、これなぜ僕ここまでこの仮想通貨の詐欺被害者に対して言ってるかって言ったら、もうまさにね、 NHK の受信料も一緒なんですよ。お前ら頭使えちゅんですよ。なんで受信料なんか払うねんと。つまり楽して金儲けようとするなっていうことです。肉体を使って労働するか頭を使って金儲けしろと、そういうことです。ガーシーはなんかこの、なんかバッチの詐欺には関わってないんですよ。僕はもうそれは現地でいろいろと調べていますから。金ちゃんっていう女の子が、まあ、これがまた厄介な人で、結局金ちゃんっていう人も女の子もこれこれ君に対して、令和4年2022年6月11日です。騙されるより騙す方が悪いと思ってる人に僕本当言いたいんですけど、騙される方が悪いって自覚しないといつまでたっても騙され続けますよと。でこのはめる人よりはめられる人が悪いって言ってるもんなんですか、自覚ありますかって。自覚あるに決まってるじゃないですか。要はね、これね、仮想通貨でそのなんか絶対儲かるからお金出してって言われて、お金出したら返ってこないって人たちが、まあこうね、なんか僕に対して文句言ってきてるんですけど、被害者そんなんだから騙されるなら、私たち国民は選挙出る人はどんな人か騙してるかしっかり見極めないと。立花さん、それを先ほど知るまでしっかりしました。そうその通りなんですよ。あのね、僕ね、本当のことを言うと、その少数派の人、ごめんなさい、多数派の人だ。僕例えばパチンコ、パチプロやってるんで、パチンコなんて当たらないと勝てないっていうバカどもがいっぱいおるわけですよ。でパチンコはボーダーよりも回る台をしっかり打てば勝てるんですよ。これが真理です。ところが世の中のバカどもはパチンコなんて回っても当たれば勝てるんだっていうのと一緒なんですよ。長い目で見たらボーダーラインよりも回る台を打ってれば必ず勝てるんだけども、目先のフィーバーっていうか大当たりがね来ないと勝てないって言ってるのと一緒でね、そもそも詐欺に引っかかる人ってお金持ってるんすよ。こんなのね、お金もなく投資なんかしないわけですよ。で僕も若い頃に一回騙されました。なんか先物取引っていう同級生にね、儲かるよって言われて先物取引したら、えらい、もう1週間ぐらいで200万ぐらい負けましたよ。でその時に気づきましたよ。そんなね、ろくに考えもせず労働もせず何の根拠もなくね、お金を増やそうとした自分が悪いなと思ってるんですよ。でもこの人が言ってるのは、もう要は騙された人の愚痴ですよね。当然それは騙す方も悪いですよ。どっちもどっちだとは当然思いますが、そのスタートが儲かるからお金ちょうだい、じゃあ信じてお金払いますって、こんなのもうギャンブルと一緒じゃないですか。自分がろくに働きもせずお金を増やそうとして、それがしかもこれ、この今言ってるこのミヤさん大ちゃんっていうのは、要はなんか仮想通貨なんですよね。その仮想通貨なんて僕全然当然買ったこともないし、そこに投資しようと思ったことないですけど、そんなもうめちゃくちゃ怪しいというか最新のものでしょ。よく調べてから金払えっていう話なんですよ。でこういう人は自分が被害者だと思って助けてほしいと思ってる以上はですね、また詐欺に引っかかりますからね。まあ、うちがね、僕もね、母親がね、親父が死んだ時は25歳ぐらいかな、まあ、2000万円ぐらい騙されたんですよね。まさに詐欺にあったんですよ。で、おふくろはもう僕に何も言わずにね、放ってたんですけど、まあ、裁判所から書類が来てね、何してんねんって話にしたら、まあ、おふくろがもう、なんか、たかしにバレたら、みたいなことで、まあね、詐欺にあったんですけど、まあ僕はその時に母親にはね、もうこの先うちの家別に、まあ親父の生命保険を騙されたんですけど、
2000万ほど、2300万かな、騙されちゃったんですけどね。まあ、別にこれがないからって言って我々、姉と3人でしたけどね。全然、この先、生活が苦しくなるわけでもないから、生きていけるから、もうこれ忘れてね、次から、そういうね、バカなことするなよと、母親に言ったの覚えてますけど、もう母親はもうね、騙した人が悪い悪いしか言わないんですよ。だから、まあ、反省できない人なんですよね。でね、まあ、これなぜ僕ここまで、この仮想通貨の詐欺被害者に対して言ってるかって言ったら、もうまさにね、NHK の受信料も一緒なんですよ。お前ら頭使えっちゅんですよ。なんで受信料なんか払うねんと。お前らの払った受信料によって、新たにね、被害者が出てるんですよ。集金人を採用して、NHK が裁判してとかやってるんで。NHK みたいな腐り切った組織に金払うやつがアホやと思ってるんですよ。だから今回ね、年金生活の人もお金払わなくていいっていう形で公約を作ってやったろうと思ってるんですよ。いつまで経ってもスクランブル放送しようとしないから、自民党が。だったら、NHK がスクランブル放送しないんだったら、NHK にお金払うやつどんどん減らしたろうと思ってるんですよ。バカを撲滅しようとしてるんですよね。で、このように、僕はもうとにかく NHK の受信料払ってるやつはもう詐欺の被害者だと思ってて、だからもうしっかりしろと。詐欺被害者がいなければみんな賢くなったら詐欺するやついなくなるんですよ。ね、暴露するやつが悪いんじゃなくて暴露されるやつが悪いんですよ。詐欺するやつ、もちろんこれは確かに詐欺するやつは確かに悪いですよ。でも詐欺されるやつがいるから詐欺するやつが出てくるんでしょ。つまり楽して金儲けようとするなっていうことです。肉体を使って労働するか頭を使って金儲けしろと、そういうことですね。こういうね、多数派ではあると思いますよ、このミヤちゃん大さんっていう人ね。まあそれはめる人よりはめられる人が悪いと言ってるもんですが、自覚はありますか。自覚あるに決まってるじゃん。君の方こそ、あなたの方こそ、騙された自分がいかにバカなのか、いかにね金に汚い人間であるかっていうのを自覚しなさいと、ね、いうことです。で、私は当然、あと最後に、私はガーシーとは当然知ってますけども、ガーシーはなんかこの、なんか、バッチの詐欺には関わってないんですよ。僕はもうそれは現地で、いろいろと調べていますから、関わってないとはっきり言います。その理由っていうのは、彼は、ガーシーは、汚いお金受け取らないです。自分でちゃんと稼いだお金しか受け取らないっていう現場を僕は見てきてるので、まあもっとわかりやすく言ったら FC2 の高橋さん、もう何百億って持ってる人ですよ。大の仲良しです。ガーシーに1億円とか3億円ぐらい出そうと思えばすぐに出せる人です。でも高橋さん、ガーシーそんなお金、まあガーシー高橋さんがそんなお金もらってません。それ以外にもね、大金持ちとガーシー付き合いありますよ。僕はそれを見たから、ガーシーはそんな詐欺をする人間じゃないなと。いや、もちろん BTS 詐欺をしたことは認めますよ。本人も認めてる通り。まあ、いわゆるギャンブルにね、ハマって。今日キクリンって小倉優子の元旦那のとのコラボの動画出てましたけど、まあ、キクリン実は私と同じマンションでね、何度か会って話してるんですけど、まあ、キクリンなんかもある意味、もう大金持ちですよ。スマップのヘアスタイルとかやってる人なんでね。だからガーシーの周りには実はガーシーのためならお金出すって人山ほどいるんですよ。僕も含めてね。だからそんななんていうかな、チンケな仮想通貨の詐欺に関わるような人ではないってことは僕は確実に信じてます。で、もうこれね、詐欺にあったっていう人、僕あれを見ててね、こいつら本当バカやなと思ったのは、これこれチャンネルか、これこれを見てね、詐欺にあったっていう男性と女性の言い分二人聞きましたけど、ほんとバカだなと。もうほんとそれ思いましたよ。で、金ちゃんっていう女の子が、まあこれがまた厄介な人で、結局金ちゃんっていう人も女の子も、これこれ君に対して、もう一人のその女の子が、なんか詐欺の説明やってたって探したら、音声聞いたら、出てこなかったとかやってたでしょ。だからもうね、確かに騙される人が一方的に悪いとは言いませんよ。それは言いません。そうじゃなくて、騙す方も騙される方も、この仮想通貨に関しては、両方悪い。お前ら勝手にやっとけ。っていうことです。以上です。
NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。ないのがないのお客のせい、多分ないのお客さんのほう、もっと1810よ、お客のほうはもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をでっかー。